どうも、バラです。ファウンダーズフォーチューン。いきなり神々だ。ちゃんとタイトルが言えない。やっていきたいと思います。もう流すよ。もうどうせ言えないから。うん。続きやっていきたいと思います。あれですね。夏に向けて食料を、貯めているか作っている途中ですね。うん。で、今、現在夏です。で、バロさんが、ブリジットとの会話は興味がなく面白くありませんでした。お前とんでもなく失礼なこと言ってるぞ。無駄の時間を過ごしました。お前バロさんびっくりするぐらい失礼なこと言ってるよそれ。で、冬に備えて少なくとも75以上の食べ物を保管しろということなので、まあ食料をちょっとずつ作っていきたいなと思いますよ。簡易な料理の棚を自分の家に設置しろっていうのがフレイの、ブリジットさんの、願望だね。ジュリアンは、いや、少なくとも5コインを入手する。これ、どうなんだろうね。ちょっと難しいけどね。まあまあまあ、何はともあれ。続きやっていきましょうじゃないの。で、簡易的な、なんだ。環境改善が改善されました。まあ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 。まあ、研究等々もね、進めていってほしいし、まあ他のものもね。まあ、ぼちぼちやっていってもらいたいなと思うんだけれども、まあ、バロさんがさ、とりあえず今、何もできない状態だからさ。よっ。調子の悪い状態で働きすぎました。いつ働いた？だからやりたいことだけしか言えません。おい何を言っている君は。全然働いてないじゃないか。まあとりあえずジュリアンに、畑を作ってもらいましょう。でこれいらんよね今のところね。リンゴの木はいりません。はい。何これ。害虫の群れが畑の作物をダメにします。虫の被害が広がる前に害虫の取り付いた作物を取り除いてください。なんだそれは。ちょっと待っていい。作物を取り除く。感染した作物をすべて取り除く。おい、今すぐやるんだ。なんてこっただな。これ、ちょっと待って。これサムネイルにしたいな、でも。おう、いいぞ。はい。害虫駆除しました。ありがとうございます。まあ何はともあれ食料貯めていってもらいましょう。まあゆっくりとした時間が過ぎていってる途中で家具1の研究が終わりました。家具1の研究が終わって木の棚、衣装タンス、もろもろ、子供用ベッド、子供がいるんだね、街路樹、松明、なるほど、っていうもろもろが作れるようになりました。あ、木のベッド。あ、はい。名誉ある戦士の民。美しい竜人としてあなたの助けが必要です。これだけのものをいただくことはできますか？1のトマト20コインだと、なんだと。まあ、しょうがないな。もちろん、さあどうぞ。覚えとけよ。さようなら。この野郎。覚えとけよ。二人はあんまり良くないな。ストレスを解消できてすっきりしました。結局のところ人生はそれぞれ悪いものではありませんのかもしれません。こいつ、この野郎、蹴ってる。で松明とか何やら諸々が作れるようになったっちゅうことを言ってましたね。扉、研究が選択されていません。ちょっと今わざと選択していないんだよ。わざと選択していないんだ。パック、きちんと作られたテーブルです。はあ、ああ、美しさが違うわ。なるほど。貯蔵、貯蔵も、簡素な宝箱とか、なんやらいろいろ手に入れることができましたね。よし。トマトも収穫できておる。素晴らしい。いいじゃないですか。のんびりとした生活だ。素晴らしい。おい、お前はどこに行く？植えてくれるのか？
ブリジットも植えてくれ。よっ。うん。よし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 。よし。これで食料が多分とりあえずどうにかなるんじゃねえのかなと勝手に思ってるんだけれどもね。うん。あと料理とかもね、まあね、やってもらいたいけれども。どうなんでしょう。でも料理するにはさ、またね、木材が必要なんだよね。うん。まあ、リンゴ割れとして。うんうん。あ、これがいいじゃない。仕立て。うん。防具、そしてから服が作れたり、医者、農業、木こりの服が作れていくね。うん。じゃあ次こっちを研究しますか。はい。やることがないんだったらこっちをやってくれ。うん。やることがないんだったらな。まあ、農業は大丈夫。うん。まあ、C といえばもっとあった方がいいんだろうけど。食料がね。てか、こんなに足らんもんかい。うん、食料って。いきなりだけど。うん。で、どっかこの辺にさ、リンゴの木があった気がするんだけれども。殺す。手なずける。なんだと。これは肉になるのか。これはなんだ？これ何？クリスタル。いや。うん。別にこれはなんてことないんだね。まあ、キャツラのところを襲撃しに行ってもいいんだけれどもね。うん。あ、いいね。研究に、もろもろ作っておるね。もうできるよ、でも。いいぞ、バロさん。これで足で。はい。装備の仕方。装備を収納する家具が必要です。この椅子を選んで、その家具を右クリックすると着脱することができます。はい。これで、あ、違う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 。装備のなんやら。うん。武器保管庫。ああ。っていうことは、貯蔵で、薬棚。うん。食料保管庫。食料保管庫。道具保管庫。使わない道具はこの中に入れましょう。武器保管庫、展示棚。うん。つまり、食材を保存します。うん。この道具棚を作らないことには、さっきの木の斧が作れないっていうことなんだろうね。うん。じゃこれを次に作ってあげるか。まあ、食料棚もね、作ってあげたいんだけれども。うん。じゃ先に食料棚作るか。うん。二つぐらい開けてさ。四角いちょっと。うん。で、扉。足らん。なんてこった。壁じゃあ、一つ。うん。ここに、これを外して、OK。うん。これで、まあ、納屋というか、作業部屋、作業室じゃないけど、ちょっと、そういうものを作っていきたいね。うん。で、まあ、ここ繋いで、こう、廊下にしてもいいね。最終的にね。うん。まあ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 、ぼちぼちやっていってもらいましょうよ。トマト 100%。収穫できるよ。収穫できるよ。うん。バロさん、君はやることはね、木を切ることだよ。君が一番にやらないといけないことは木を切ることだ。その通りだ。で、うん。そうだね。まあ、こっちに行くより、ここを切った方がいいか。木材をね。木材切るところ、こっちにしよう。うん。で、ここは、ちょっと後回しでいいわ。はい。で、バロさん。願い叶えられました。バルさんは木こりレベル1になりました。素晴らしい。こっちだ。切るのはこっちだ。うん。いいぞ。じゃあその他は次何が出たの？棚、または衣装タンスを自分の家に配置する。いやいやいや、ジュリアン起きたのはいいけどさ、悪夢だっつってるよ。おいおい、これは嫌な予感がするぞ。彼女、大丈夫か？頼むぜ。よ。バルさんは木こり。まあ、早いうちにね、その装備等々をね、整えてあげたいんだけどな。まあ、とにかく木、食料が。全く足りん。うん。これあれだね、まずは何はともあれ、食料、しっかりと
なんて言うんだろう、確保することがこのゲームの一番の、まあまあこのゲームだけじゃないよね、すべてのゲームだよね。うん、やっぱ食料大切。どこ行くんだ。コットン、そんなことやっとる場合ちゃうで。収穫する、コットン収穫しとる場合ちゃうよ。うん、先に食料を収穫しましょう。うん、てか食料のことをやろう。うん、で君もだな、一人じゃなくてジャガイモも収穫しちゃおう。うん、で研究もうすぐで終わるから、これも後回しでいいですよ。うん、まあ、まだやるべきことやろう。バルさんどこ行った。やっぱクリスタル優先的にみんな取りに行ってるね。うん、なんかあるんだろうね。あ、なんていうことだ。2のワクチン、あなたからこれだけの助けをいただけるならしばらくは友好を結ぶことができるでしょう。不思議な月の民。ほんとだよ。7のコインと2のワクチン。お前たち覚えとけよ。お前たち覚えとけよ。うん、いつか襲撃に行ってやるからな。チキショウ。おい、ちょっと待て。どこに行く気だ。収穫するんだ。まずは。うん。でもこれで一応食料が24になったね。うん。うん、いいぞいいぞ、よしよしよし、オッケーオッケー。この時期に、あ、いいいい、30、素晴らしい素晴らしい。うん、よしよし、これでちょっと食料に余裕が出てきたね。うん、ただまあ75収穫しろっつってるからね。まあどうなのかな。うん、これ底なしで貯めていけるのかしら。いや、130が限界だ。なるほど、130が限界。あと100、ストレージが100しかないですね。まあ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 、それは後回しですよ。うん、とにかくね、やるべきことをやろう。うん、どこに行くつもりだ。収穫するんだ、ブリジット。君もだ。あれ、あ、よし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 。うん。しっかりとその、うねであってるよね。うん。これを立ててってもらおう。うん。よし、もう少しで、75になるぞ。次の収穫で、75になりそうですね。うん。いい。いい。素晴らしい。うん。よし。よし。では、君がやるべきことは、そうそうそう、植えていってくださいよ。君は作ってってください。うん。いやいやいや、食料75と言わず、まあ、100、200、300とかさ、ほら、やっぱそんぐらい植えていきたいじゃん。よっ。うん。いいぞ、いいぞ。え、バルさん、蹴ってるね。安定的に、蹴っている。いいじゃん。じゃあ、あとはこの中を、まあ、作っていったりしたいんだけれども、まあ、先に植えててほしいね。うん。で、建築は後回しでもいいよ。うん。とりあえずね。うん。こちなみに料理することできない。スキルを持っていません。うん。調理技術を持っていないと、これは作ることができないっていうことだね。なるほどね。君はそんなことしている場合ちゃうだろう。え？なんと。今、バロさん白目向いてたけど大丈夫か？よっ。うん。お腹が減っていたのか。うん。白目向いてたよ。棚または衣装タンスを自分の家に欲しい。そのためには木材がいるんだよ、バロさん。まあ、ジュリアン鬱になりました。よくないって言ってる。うん、まあ、コットンもろもろ取っててもらいましょう。バロさん、そんなこと、そんなことじゃないな。まあ、研究でもあともうちょっとだからな。うん、うん、うん、まあちょっとこれもやってもらおうか。じゃあもう、まあ大丈夫でしょう。まあもうすぐ冬になりますけれども、まあ大丈夫じゃないのかなって勝手に思ってんだけどな。食料だね。だから君それ取ってる場合ちゃうんだよね、本当は。じゃがいも種まいてほしいんだよ。あ、できた。あ、家ができたね。とりあえずこの中でね。うん。君もだ。はい。うん。とりあえずね、こう種をまいていってほしい。うん、みんなでね。だって後が楽だからね。うん。ああ、 BGM が穏やか、すごく穏やか。うん、いいぞ。
立ち尽くす。季節が変わる前に収穫、あ、もう植えることができないトマトなんてこっていい、なんてこっていい。39、季節が変わるからトマトの収穫ももうこれで終わるな。じゃあ、みんな寝ちゃったな。じゃあとりあえず時間がちょうどいいので今回はここで終わりましょうかね。次回あれだね、また冬に向けてこれだけ畝作ったからさ、まあこれの、まあ、収穫とやっていきたいなと思います。さらにね、増築、そしていろんなものが作れるようになっているから、まあその辺もやっていければなと思っております。よし、ではこれ今日、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。 Twitter もやっています。 Twitter では告知などもツイートしていますのでフォローお願いします。さらに様々なゲーム実況を行っています。そちらも見ていただけるとありがたいです。また別の動画でお会いしましょう。